こんにちは、いくこです。新宿さっちゃんねるさん、こんにちは。動画の質問欄っていうか説明コメント欄に、この耳とか尻尾とかどうやってつけてるんですかって質問をいただいたので、ちょっと動画を撮ろうと思います。簡単ですので、ぜひぜひコスプレ気分でやってみて、ぜひぜひ顔出ししてみてください。ではちょっと画面の動画に切り替えますので、続きでご覧ください。ではアプリストアからスノーと検索してもらって、スノーっていうアプリをよく知ってると思うんですけど、こういう写真のアプリがあるんですけど、それをダウンロードしてみてください。ちょっと広告が出ちゃったんですけど、でいろいろなボタンがありますので、自分のそのなりたい顔とかそういうのをどんどん選んでいって、好きな画像をねコスプレみたいにやってみてください。で顔をね細くしたり太くしたりいろんなことができるので、いろいろ試してみてください。それで動画や写真も撮れますので、撮ってみてください。でね、この私の猫の耳と尻尾みたいな、このスタンプが気に入ったなと思ったら、そのスタンプの、場所をちょっと長押しすると星マークになりますので、そうするとお気に入りっていうところに登録されますから、それでね、いつもお気に入りのところをパッと開けば、すぐそのスタンプが出てきますので、すぐ使えます。よかったら、いろんなパターンで試してみてください。はい、わかりましたでしょうか。また、わからなかったら言ってくださいね。それで、私はiPhone だけで YouTube を撮っているので、他のはちょっとよくわかんないんですけど、まだあんまり調べてないんで。でも iPhone 一つで本当に動画も作れるし、サムネイルも作れるので、皆さん誰でもできると思います。一緒に YouTube 頑張りましょう。